はい、こんにちは。というわけで、これから秘密のプールで、スイムトレーニング、ちょっと午前に、所用があったんで、まあ、今日は午後から、はい、トレーニングなんですけど、まあ、さっきまで雨降って、まだ梅雨明けしてないんで雨降ってたんですけど、今なんとか、はい、天気の方は曇りですね。まあ、水温も24度らしいんで、はい、足がねちょっとまだ筋肉痛っぽいね。前回ほら足をつったじゃないですか。つったちょっと影響がちょっとありまして、まだちょっと痛みあるんで、まああまり無理しないように今日もねちょっと追い込んでいきたいと思います。昨日ストレッチする際に、今ちょっとあの絆創膏貼ってるじゃないですか、なぜか足の親指の爪がここにめり込んじゃって、でめちゃくちゃ出血してしまって、昨日なんですけど、まだちょっとあまり血が止まってないんで、ちょっと当面ちょっとうっかりしちゃいました。はい、じゃあね、今回もスポンサーの日本新薬様から提供していただいたエナジージェルとエナジースティックね、こちら摂取してトレーニングの方頑張りたいと思います。いつもサポートありがとうございます。たちが来るっていうことで、ちょっと早めに泳いでいいってことなんで、ちょっとこれからアップしたいと思います。今ねちょっと珍しく
珍しくね、平井にちょっとヘッドアップでやったんですけど、先日あの、まあ、指導してる、今僕指導してる消防の方、あの消防の、救助技術大会で秋田市の方が昨日先日、まあ、観戦応援に行ってきて、で、まあ、長水路ね 50m プールでやったんですけど、まあ、教えてる方の一人が 25m 飛び込んでヘッドアップのプロールにそのまま切り返して 25m 平泳ぎのヘッドアップでなんとかの4位までが東北大会出場権を獲得できるんですけど、5位との差がわずか 0.1 秒差で見事ね東北大会出場決定しました。はい、よかったです。で、まあ、僕もね一応指導してるんですけど、ちょっとまあ全国大会の動画をちょっと YouTube で見たら結構早くて、なんで僕、まあ、肩書きはねマスターズの世界一2019年に獲得してるんですけど、まあ、どれくらい僕の泳力レベルでタイム出せるかちょっと試しにやってみたいと思います。で、ちょっと今飛び込みはできないんで、まあ、下から壁足離れスタートでちょっと 50m やりたいと思います。31秒00。さっきね YouTube ちょっと全国大会2012年かちょっと優勝タイム30秒8とかだったんで、今練習見ずにで、しかも下からの飛び込みなしのスタートでこれ結構いけるかもしれない。というわけで、まあだいぶお手本にはなったかなと思うんで、一旦ちょっとまあこれで、ね、維持入れて次のメインちょっと泳ぎたいと思います。はい、というわけで維持終わったのでこれからメイン、まだねちょっと足の方が、まあ、万全じゃないんで、とりあえず今日はプルのメインスイムやりたいと思います。でこれね結構あのおすすめのメニューなんですけど、結構腕今通常時でパンプアップするすごいかなり体でかくなるんで、メニューがまずパドルをつけて 25m2 本30秒サイクルで、そのまま通しで 50m2 本1分サイクルで、 100m1 本2分サイクルで、パドルを外してそのまま通しで 100m1 本2分サイクル、サイクルは同じですねさっきと、で 50m2 本25m2 本という形で25m でスタートして 25m で終わるという、要するにピラミッドメニューなんですけど、結構ねこれ上半身の強化パンプアップ効くんで、早速ちょっと頑張りたいと思います。
という感じでかなりパンパンしました。タイムの方はねあまり良くないですけど、でもいい感じで上半身ねプルストローク追い込むことができたんで、まああとはしっかり足ねケアして回復して、また来週から土日しっかり休んで頑張りたいと思います。というわけでまたの動画で、もし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 バイバイ。